太平洋戦争などで亡くなった犠牲者を慰霊する追悼式が今日南あわじ市で開かれました。南あわじ市戦没者追悼式は太平洋戦争で犠牲になった戦没者に哀悼の意を表すとともに恒久の平和を願い開かれたもので、戦没者の遺族などおよそ300人が参列しました。式では南あわじ市の森本和弘市長が次の世代にも戦争の記憶を継承していくと述べました。平和の一つのこう出発点という意味で、この会がずっとこう続けられるように、まあ、私も微力ですけれども頑張っていきたいな、そんなふうに思っております。参列者は改めて平和の大切さを確認していました。